内枠に越したことないですよ、小場の力先行ですからね、はいはい、なんで小場の力がおそらく4コーナー回って先頭に立っているところへ、まあ、早めに武豊アオーディをかわしにかからないというのが大方の予想なんですよね。そうなんですよ、それは、はい、早めに先頭立っちゃうともう、あ、満足しちゃってやめちゃうから でそこへじゃあそのサウンドトゥルー以下、これサウンドトゥルーはこれ、大井の外回り 400m、はい、直線 400m で、中京は何 m？ 中京が 410m、 410m、はい、ということは大井の外回りだったら届くというそ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 う、だからでもおかしくはない、去年は1着ですよ、だからね、常識にもらわれる、そうなんだ、はい、ということはこの3頭なのか、おそらくだからその3頭がゴール前やり合ってる時にどの位置に3着かって考えるのが普通の予想だから、ね、3年前160円を取ったっていう人が並んだからもう平凡しても並んでたんでしょ馬券買える、そうそうそう、そんなんもないよ、大変だよ、別に年明けたって変えられるから、逆に言うとね、五郎さん逆に言うと、逆に言うとどの穴馬がそうそうそう、なんかチャンスがあるのか、はい、まあ、3着2着に来るのかなと、これね、はい、うちのかみさんがね、うん、今日もう俺がここにもう大いにね仕事で来るって言った時に、はい、8万円下ろしてきてって言われたんですよ、8万円この下ろしてきて、年末に8万円ってなんだよって言って、そしたら銀行今並んでますよ、31日にね、うん、格闘技見に行くっつって、小池栄子の旦那が出るからっつって、はいはいはい、仲いいからね、小池栄子の旦那が出るんだっつって、ライジンですよ、だからモズライジンが気になっちゃってしょうがねえわモズライジンに8万円の8で会おうで、このワイで5万円ぐらい買おうかなと、素直に8だけでいいんじゃねえか、いやいやモズライジン、だってライジンがさ、確かにね、年末になってさ8万円下ろしてこっていうのが、それでもチケットいくらの見るんだってね、俺びっくりした、家庭の事情で今日はね、俺8万円は稼がなきゃいけないんだその予想でね、どうしようかなと思ってるんですね、はい、あとね、車でね、来たんですけど、目の前の車がずっと俺の前からいなくならないんですよ、はい、その車、そういうのサインですよ、その車がゾロ目だったんですよ、ゾロ目ということは、はい、3344556678違うの、うん、何、スバルの、はい、スバル、スバル、車種はスバルで、はい、スバル1414だったんですよ、あ、で、こんなことあんのと思って隣の車見たら1111だったんですよ、だからこの11番14番二等軸のそれはあのモズライジン、そこはお前モズライジンでいいんじゃねえか、モズライジンだって矢作さんのとこだからね、リーディングトレーナーのとこの馬だから絶対ね3着ぐらいの賞金取りに行くんだから、なるほどね、1着とか2着とか3着を取りに行くんじゃなくて、うん、賞金を取りに行くんですよ馬主さん、いやそういうことですよ、分かりますか、そうなんです、この間の有馬記念だって3億円ですよ、うん、その前のジャパンカップも1着3億円ですよ、うん、80歳の、うん、北島三郎さん2分25秒で3億円取ったんですよ、すごい、そんなすごい人生ってあんのかって、本当ですね、うん、でこの間が1億2000万とか3000万だったでしょ、うん、でも言っても力はやっぱり上でしょ、やっぱこの3頭というのが、まあそうです ね基本的には、うんで、はい、ちなみに今年ね、ゴルフさん、はい、結構夢馬券みたいなのを言ってるじゃないですか、そうそう、ゴルフさん ねあのね、ジャパンカムって前走ってチャンピオンズチャンピオンズカップの時に、はい、これ後楽園で馬券買おうと思って行ったら、俺の目の前のあのテーブルの目の前のおじさんが、ね、のんこの夢、のんこの夢って馬券買ったから、俺よし、のんこの夢だと思ったら来なかったんだよ、あのおじさんに乗ったらおじさんの夢に乗っちゃったんだよね、おじさんの夢に乗っちゃったらのんこの夢5着か、だからでものんこの夢も買いたいんだよね俺、なんかあのね、馬体重が去勢して下がったんですよ、うん、で今回ね、去勢して3走目で、うん、450キロ以上あったら絶対買ってください、これは450ね、俺がね保証はしないけど保証する負けは自己責任でね、自己責任、はい、本当に450キロ以上馬体重あったら絶対ひもちゃんで入れてください、うん、うん、なるほどね、はい、で他にはどう、うん、風の子あたりは、風の子は風の子もいいっすよ、うん、風の子もいいっすよ、風の子はネタはないけどもマスクしてる人いいから、マスクしてる人いいから風の子はない、ね、風の子は ね、うん、まあ、みんな大人だけどね、一応入れといて、うん、ね、川田ジョッキーでしょ、うん、川田ジョッキーね、うん、じゃあ三着付けかな、うん、じゃあ逆にね、地方馬、地方馬はね、一番手はやっぱハッピースプリント、これがね、どうなんです ですかもう噂っちが話出てんのが、うん、川崎記念を目指していくから、まだ今年では一番いい状態だけど、はい、でも調教見たらいいんですよ、あ、そうですね、うん、去年は浦和記念を勝って、はい、ここに臨んで6着だったんですよね、はいはい、今年は浦和記念3着で、今年はどうかなと、なるほど、でも地方馬じゃ一番力あるんじゃない、もちろんですよ、はい、なんかうん、それこそ、はい、3着何か紛れそうな気もしないでもないって、そんな時にはね、そうなんですよね、はい、あとね、3頭抜けてる可能性もあります、はい、これがね、うん、気になるのはやっぱコスモ買う、うん、
コスモ買うピリ買わないピリ買うピリじゃん。赤岡君だってさっき赤岡君ね来たよ。そうですよ、はい、赤岡君は俺も高知でね、高知競馬、はいはいはい、頑張ってますからね、高崎生きてんだからさ、はい。